はい、アキラです。まあ、この辺多摩丘陵なんだけども、まあ大昔はねこういうとこちょっと入ると山道があったんだけど、もう今ねほとんどこう住宅になっちゃってね、入れるような山はなくなっちゃったんだけども、これ公道なの？稲城市応答機禁止とか書いてあるね。え？これ行っていいの？ここ、サッカー場とかあるね。こんな道あったんだね。おお、ここはもう住宅地だな。なんか道になってるけどね、行っちゃっていいのかどうかよくわかんないな。ここ畑？うお。何なんだろうね。うわぁ、潜っちゃう。こっちは私有地なのかね、なんかよくわかんないね。
何気になんかこういうところ も残ってるね。はい、以上、多摩丘陵のアドベンチャー散歩でした。